Kamate and Bayon here, coming at you live after BAMFest, the first day. And we managed to grab Kumi Tanioka and Naoshi Mizuta. They took some time out of their really busy schedules, practicing and performing, to talk to you guys a little bit about the really great concert we have coming up September 22nd out in Berkeley. Okay. Hi. So, first question we want to ask is, what can you tell us about the North American concert? Everybody can expect to see the show. So, Concert for BAMFest, we heard what seemed like a new arrangement of Google House. So tell us, you think maybe we'll have a chance to hear that possibly in North American concert? So, Kumi, what is your favorite memory of all this time composing and performing music for BAMFest?
初のナンバーズファイナルファンタジーシリーズ初めてのゲームなので、何をするにもこうプレッシャーが強かった。だけど皆さんみんなでゲームを作っていく、その 大人数でやる初めての開発なので、同じその効果音の人もたくさんいるし、コンポーザーも私一人でメンバーの上松さんといらっしゃるから、そんな大人数の中であれ、あれもこれもっていう中で作っていったっていうのは本当に新鮮で、しかもそのコンポーザーだけじゃなくてその、オペレーターさんも3人ぐらいいてはって、その中でのやり取りでいろんなカラーが出てくるんだけど、それをうまくまとめていくっていう過程、最終的に出来上がった時に全てが丸くちゃんと綺麗に整ったっていうのは本当に感慨深かったし、とても楽しい作業でした。How about you? Do you have any great memories? そうですね、もう10年でも今日やったことも10年前の曲なんですけれども、全然10年前の曲、古い曲っていう感じでは全然なくて、アレンジしたのはもうつい1ヶ月ぐらい前の曲なんで、むしろファイナルファンタジー8とか今もライブ続いてるものなんで、なんかそんなに10年経ったのに感じは全然しなくて、ついこの間の続きをずっとやってるような感じがするので、そんなになんか思い出にこう吹けるような感じではない、まあ1年後にはなんかいつもこう新鮮で嬉しかった。So I'm curious to see what the difference between performing in North America and the difference between performing in Japan is. 私はあの一人でもアメリカでさせてもらっていをしているので、なおさら思うんですけど、アメリカの人はあの全身で音楽を感じてくれるんですよ。全身で楽しんでくれる。日本の人もみんな楽しんでくれるんだけど、どちらかというとこう集中して聴こうとしてくれる。だけどアメリカの人はみんな一緒になってうわーって言って、もう俺らも楽しむから聴かせろよっていう感じでこう構えてくれるので、こっちもものすごく大きいよみたいな感じでできるからとても楽しいです。だからいつも本当いてあの観客の人にいろいろガーって言ってもらうのはすごく嬉しいし、またこうやって演奏ができるっていうのはものすごく楽しいです。今日もすごくアレンジとしては結構ノリのいいアレンジの曲だったんですけれども、まあ、日本の方は椅子に座ってこう鑑賞するような感じで聴いてるんですけれども、アメリカでやった時はやっぱりもう飛び上がって踊るような感じで聴いてくれて、そうするとステージもものすごく一緒になって盛り上がって、どっちがいいっていうことではないんですけれども、なんか楽しいっていう意味ではアメリカの方がやっぱりあのステージ上も楽しい、それはなんか演奏もやっぱり良くなるし、今度のオーケストラのコンサートでも、なんかオーケストラとはいえ、やっぱり思い出のある曲だし、激しいバトルのところもあるので、そういう時はなんか騒いで一緒になって楽しんでもらえたら、すごくいいコンサートになるかなと思います。So there's a lot of fan favorite fans about the songs that everybody likes. Different people like different songs. Matt here likes Waking. He's got the same for Waking. Can we expect any of these major fan favorites? そうですね。あの、多分皆さんが聞きたいと思っている曲はほとんど入っているのかな。もちろん、可愛いやりますし、あと皆さんの好評も、サンプルの曲も、フリーの曲メドレーもありますし、あとは、バナディール・マーチョン、歴代のタイトル画面の曲のメロディーもあるし、メドレーもありますし、あとはバトルの曲のメドレーもありますし、多分あの聞きたい曲は大体入ってるんじゃないかなっていうサンプル。めっちゃかっこいいです。めっちゃかっこいいです。
about to wrap this up, but before we go, we'd like to see if you could say a special message to the people that are looking forward to going to the concert. そうですね、日本ではとてもいい、もちろん日本でもいい指揮者の方にあったかったんですけれども、アメリカでもこういった超一流のアーニーさんっていう素晴らしい指揮者の方に指揮を送ってもらうことになって、それを聞くのもすごく楽しみですし、また皆さんに、VIP チケットというのでお会いできるのもすごく楽しみにしてて、もう僕アメリカに行くのいつも楽しみにしてるので、また会えるの準備しています。はい、私はそうですね、本当一人でも行ってるし、いつもあったかく迎えてくれるので、いつもいつもクビーって言ってもらえるので、皆さんに会えるのはまず楽しみです。で、そうですね、海外で、まあ、日本でもオーケストラと一緒に演奏させてもらうというのは初めてですし、アメリカでももちろん初めてで、だからもう初めて尽くしが今度はアメリカでできるっていうのは、もう本当に楽しみがいる何者でもない、今すぐ行きたいくらい。その上でそうやって、ね、そのチケットを持っている方とはまた個人的にも話ができるし、本当皆さんに会えるのものすごく楽しみにしています。